イカヒコ深夜便、こんばんは。ナビゲーターの坂井です。本日はエトワール吉野についてお話ししたいと思います。先週初めて実は私見て、うん、しかもまあ呼ばれて、あ、吉野をね、そう、エトワール吉野を、うん、紙面上とか、うん、画面上で知ってはいたんですけど、うんうん、初めて行って、それも来てっていうことで行って言ったんで、うん、もう最初は、うん、みたいな、うん、でなんでかって言いますと、うんうんうん、それは、うん、まあいろいろ理由があって、うん、高校生までは、うん、なんかコンサートってよく行ってたんですよ。ああ、そうなの。はい、うん、で、まあ、それこそ瀬尾さんのあれの、うん、チャギアナスカのコンサートってね、うんうんうん、2回ぐらい、うん、大阪城ホールとか行ってたので、うん、すごい好きで、うんうん、まあ、アスカになりたいぐらいの感じだったんですよ。そうなんだ。ずっと、はい、あ、本当、はい、もう自分はそういう感じで青春時代を過ごしてた、うんうん、もう瀬尾さんがやってた時だね。そう、ちょうどね、まさに、うんうん、でだけど、まあ、これは、前回か前々回の話と一緒なんですけど、うんうん、自分は向こう側に行きたいって思ったんですよ。うんうんうん、観客じゃなくて、うんうんうん、ステージの向こうに、そう、そう、うん、で結局自分はパフォーマーじゃないので、うん、演出家みたいなことなんだなっていうことには気づいたんで、うんうんうん、演者ではないっていう、うんうん、で、なので、うん、誰かのなんかもうコンサートって本当にもう、うん、東京出てきて、うん、一度も行ってなかってないんですよ、うん、もうとにかく自分は、うんうん、受け手の自分は嫌だって、だから、ね、もう見てても集中できないんですよ。結局なんで俺は向こうじゃないんだろうっていうことだけをただ考えちゃうんで、うんうんうん、もう行かないって言っても、うん、映像でしか見ない日々が続いてて、うんうん、で実際に、うん、ああいう演劇ものとか含めて行ったのって、うん、友達が出てる演劇に一回行ったのと、うん、まあ、それはまあプロの劇団だったんですけど、うんうん、と、それはアマの友達の、ライブ、うんうん、音楽のライブに1回行って、うんうん、で今回で、うん、まあ、結局知り合いが出てるってことじゃないですか、うんうんうん、でその時は恥ずかしいんですよ、知ってる人が何かをやってるのを見るの、うん、 だからなんとも言えないですね、そういう気持ちで行きました、うん、正直。あ、そうだよね、はい、そりゃそうだ、うん、でもう始まるまでもうずっともう嫌で、うん、憂鬱だよね、そう何があるか分かんないしと思って、うんうん、しかもまあすごい変わったやつじゃないですか。そうそうそう、うん、で期待値もどのぐらいに持っていいか分かんないしね。そうです、もう全然分かんなくて、高くして失望するのも嫌だしね。いや、高くすできなかったですもう、うん、そうだね、うん、で、うん、そういう入りだったんですよ、うん、まあ、はい、だからもう見るのも結構最初、うんうん、直視するのも結構辛いっていう感じだった時から入ったんですけど、うん、あれと思って、あれって思って、あれって思って、なんか思ってたクオリティより全然これ、うんうん、あ、そういうことみたいな、上じゃんみたいな、うんうん、でなんかリサイタルで歌って思ったら、あ、こんなに劇なのと思って、うんうん、まあそういうリサイタルって言って劇かみたいな、うんうんうん、でだんだんなんかこう、うんうん、あんまりそういう自分とこう、うん、まあ、本当に何か見に行ってるっていう、まあ、意識に、うん、まあ、すぐ慣れたので、うんうん、まあ、その後は良かったんですけど、うん、そうだね、うん、でもまあそれぐらいのことで、うん、で演劇自体はその友達の劇に行った時に、うん、面白いなとは思ったんですよ、うんうんうん、でまあそのそれはそれもこれまでの話とかかるんですけど、うん、結局映画とかと違って演劇ってこう観客を含めた巻き込みで、うんうん、まあ、ちょうどそういうような感じだったんですよ、うんうんうん、台本じゃないところからずれても、うん、まあ、今いる観客との中でなんかちょっと巻き込んで物語に組み込んでいくような、うん、まあ、劇をちょっと喜劇だったんですけど、うん、やっていて、うん、ああ、まあ演劇って頭では知ってたんですよ、うん、まあ、そういう演劇論みたいな世阿弥とか、うん、鑑阿弥世阿弥のああいうののあれとか読んで、うん、まあ、ああこれがまあ現代劇でやるとこういう感じかみたいな、うん、まあそれをもう一回こう体験したみたいな、うん、まあ、大体そういう感覚で、うん、見れたっていうのはまあ大枠のところ、うんうんうん、で
ただ何で始め、なんでこういうこと始めたのかなっていうのが、うん、まあ考えてたのと、うん、あとだんだんそういう最初の初期のこう気持ちのこう嫌だなっていうのから、うんうんうん、だんだんこう身につまされる思いになってきたのは、うん、なんかこの手段を取らないと、うん、母さん伝えられないっていうことなのかなとか、まあ手段の一つとしてこれもやってる、だからできちゃうから、うん、この手段を取ろうって思いついたんだなっていう、うんうんうん、自分がまあこれ、まあいいやな、うん、まあ、作詞作曲ボーカルギターみたいな、うんうんうん、バンドで一人そういう人がいて、うんうん、であとベースとドラムがいますみたいな、うん、時に、うんうん、まあ、自分はこれもできるんで、うん、歌も歌っちゃいますよみたいな、うんうん、まあ、あのバンドに関しては楽器のところはまあ、そういう話の意味で言ってるんじゃないんですけど、まあ、カフェもできるしディレクターもできるし歌も歌えますよっていう、まあ、歌うまいなみたいな、でパフォーマンスも慣れてるなっていう感じで見てた時に、その内容、まあ、いろいろメモったりした、しましたよ、くわかりますね、うん、なんか難しそうに見てたからね、そう、うん、前から見てて、うん、なんかいろいろ考えたんでこれちょっと忘れそうだなと思ったんで、うん、途中でメモったんですよ、うん、メモったりして、そう、うん、メモったんですよ、なんかいろいろ質問してくれたらそこから答え、うん、そうね、そういうこととして、うん、だからまあもし、うん、まあ、思ったことを書いたって感じなんですよね、うん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 、で一番思ったのは、うん、これは、前回終わっ、前回のラジオとの間にも思ったことなんですけど、うん、このイカヒコのイカって、うん、まあ、帰り道に、うん、あーって思ったのが、うん、あの異なるに化けるのイカってあるじゃないですか、あーイカ、ね、日常をイカするのイカ、イカするこのことに近いなっていうふうにちょっと思ったんですよ、帰り道になんかこう、うん、カフェっていうものを、うん、イカして表現しようとしているって考えれば、うん、このイカヒコ深夜便の、うん、が自分が参加してる意味とかも、うんうん、見えてくるなって、うん、でこれはイカのイカじゃなくて、うん、イカってから取ってたし、うん、イカとかだったけど、うん、いや自分の解釈ではこれは、うん、イカだ、イカするイカしようとしてると、うんうん、でいうふうに考えると、うん、納得がいくと、納得がいくとか、そう、いろいろ、うん、あの分かりやすくなってきたって、うん、自分としてはそう思って、うん、で、あ、そのカフェを生かするっていうことの表現として、うん、これもやってる、うん、あのエトワール吉野もやってるって思いながら、うん、まあ、入ったんですけど、うん、さらに、うん、ここに書いてある、あの下に書いてあるメッセージ、英語のメッセージがあるじゃないですか、うんうん、で、まあ、これちょっと二重目的語、メイクの二重目的語なんで、うん、We make our cafe a unique experience of art なんで、うん、まあ、どういう訳を当ててるか分かんないですけど、うん、まあ、自分たちのカフェを、うん、まあ、ユニークなアートの経験に、まあ、するみたいなことを言いたいってことですかね。うん、ね、うんうんうん、で、このアートっていう、まあ、しかも一文字だけ大文字にしてる、うん、大文字っていうか、まあ、うん、頭だけ大文字。だからこのアートのことが、うん、言いたいだろうな、うん、でこれ日本語訳には入ってないことじゃないですか、うんうん、まあ、あとはね、意訳として考えればいいと思うんですけど、うん、でこのアートとして考えるっていうことの表現として、うん、まあ、これが、うん、とある吉野がある、うん、だなって、うんうんうん、思う、ね、思う、で、うん、思うっていうか、うん、そう言いたい、うんうん、それをも、あのアートを英語の表現では強調してるんで、うんうん、で、まあ、そのアートも、うん、前回まあちょっと哲学的な話で終わったんですけど、うん、まあ、日本語に直した時のアートって、うん、まあ、主にその芸術の中でも、まあ、ちょっと哲学的な要素が入った芸術だと思うんです、うん、そのいわゆる西洋 の技術とかを含まない本当に芸術だけ、うん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 、でまあ、それのことだと思えば、うんうん、でそれについてこう、まあ、アートなんで何かこう
表現したいっていうとちょっとずるいかもしれないですけど、うん、伝えたいことをこれでしか伝えられないから、うん、まあ、エトワール吉野っていう形でやっているだなっていうふうに、まあ、思ったと、うん、でその身につまされてるって話は、うん、その思いが、うん、あこれが言いたいのかってなったのを、うん、まあ、いくつか思った、うん、合ってるか分かんないですけど、うん、自分は多分こうなんじゃないかと思った時に、うん、ああやっぱそうかと思ったのは、例えば最初の注文する時の、うん、まあ、スマホ見ないで直接聞きなさいよっていう話をした何回か後にスマホで調べる人が出てきたじゃないですか、うん、舞台で実際ねこれは伝わってないのかとか、うんうんうん、まず思ったのと、うん、ライトを逆にあれも僕も思ってたんですよ、うんうんうん、ライトの最初にまず思ったんですよ、拍手が、うんうん、そう、裏打ちと表打ちと2ついるから、ね、表打ちがいるのがいつ会うんだろうって思ってたら、うんうん、なかなか会わないけど、ああ最後会ったなとか、うん、これはもう本当会わないなと思って、ああ言っちゃったよって思って、うん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 、多分こういうことが日々あるだろうなっていうのを、うんうんうん、そういうことをただ、うんうん、こう身につまされるっていうのはそういうことで、うんうん、ああなんかこういうことをこう言わなくても分かってほしいっていうことが、うん、まあなんか井川さんの中にあるんだなっていうのを、さらにそれを分かりやすく言いたくないから井川してるのに、もう言わざるを得ないシーンがありましたっていうのとか、であとこのいろんな詩の中で一番それのことに近いかなと思ったのは、まあ、コロッケの呪い、もうこれもうほぼ言っちゃってるし、うんうん、これ分かると思って、うん、でまあなんでチャイルドフードにした、チャイルドウッドね、あチャイルドウッドに、うん、子供時代したんですか、うん、あの全体をもうまずそのまあそうね、まあいろんな今質問があるからね、うん、まあそれはなんか、うん、さっきまでのはまあ大体当たってるだろうなと思ったんですけど、うん、まあそうだね、まあアートっていうことはさ、はい、まあ表現したい、まあ表現したいっていろんな、モチベーションってあると思うのね、はい、あのなんか自分を、まあ、認めてほしいっていうようなこともあったりね、つまりモチベーションがあって表現があるわけだから、はい、あの表現はあったとしても何がモチベーションになるかっていうのはそれぞれだと思うわけよ、はい、でそういう観点で言うとさ、はい、やっぱりコミュニケーションがスムーズにいった方がいいと僕は思ってるわけ、はい、そうですね、うんうん、あらゆる紛争はさ誤解だと思ってるから、はいはい、そういう意味では誤解っていうものがなくなれば、うん、紛争がなくなる、うん、まあ平和をね、はい、なんか体現するとしたら誤解を減らしていく、はい、誤解をなくすということはコミュニケーションをスムーズにさせていくっていうことだと思っていて、はいはい、でまあカフェっていうこととかマメヒコっていうプロジェクト一つとって、まあそのコミュニケーションのスムーズさっていうことがさ、はい、まあ課題だし、はい、それがまあ僕からの一つの提示だと思ってやっているけど、はい、実際お店をやってれば、まあ、非常にそのスタッフとのコミュニケーションの、 そのスムーズじゃないところがまあ多々あるわけだよね、はいでそれはさ、まあ、一つは怒りにもなるし、うん、なんでそんなことも分かんねえんだろうって、うん、でもただそれがそっちがマジョリティだったりすると、はい、なんでこんな風になったんだろうっていうことの疑問になるよね、はいはい、でその疑問っていうのが、まあ、これは生い立ちにあるなとか、うん、まあ、今の世の中のシステマチックになってるっていうことにあるな、うん、っていうことでだというふうに自分なりに当たりがつけるとすると、はい、世の中は良くなってる方向にはなってないなっていうのは思うわけよ、うんうん、よりシステマチックになっているし、はい、まあさっきの
これスマホなんかで見ないでね、あの勘みたいのが大事なのよみたいなこと言っても、えとかって言ってスマホを見るみたいな、いうことからすると、はい、あこれはもう伝わってないっていうより、まあそういう、だってスマ彼ら、まあ、彼女たちの言い分は、えだってスマホがあるからじゃん、うん、まあそうですね、うん、えそんなに嫌だったらスマホ作んなきゃよかったんじゃないっていう、なるほど、うん、そんなに嫌だったらインターネットっていうのはもうなくしたらよかったんじゃないっていうことじゃない、うんうんうん、はい、スーパーマーケットやめたらよかったんじゃないっていう、あ、うん、あそこまで逆だ、そうなるね、はい、うん、だからそういうことからすると、うん、まあ、あながち世の中が良くなってるような気もしないし、はい、まあ、それはそのイーブンだと思うから、はい、なんかトレードオフってことですね、そうトレードオフ、はい、なんか別のことを手に入れた代わりに、そういう意味でコミュニケーションみたいなところがなかなかその意思疎通が逆に難しくなって、はい、なんとなくこう企画にはまってるような形でしか人は選択ができなくなっていくっていうことにまあなってるじゃん、うんうん、はい、っていう中で、まあ、エトワール吉野っていうのを、まあ、これはひょんなことからさ、うん、あのやることになったわけよ、うん、でひょんなこと、うん、ひょんっていうのはそのゲーテ先生の音楽会っていうのを僕やってて、はい、その中でエトワール吉野っていう役があって、はい、スピンオフってことですか、そうそうスピンオフっていう、そこでまあやって、あのそしたらまあ受けた、でそのスピンオフをまあ一人歩きさせてみた、うん、でその時になんでこんな受けてんだろうって、はい、うん、まあ、いわゆるオカマ芸みたいなものに、はい、まあね、受けてるっていうこともあるし、うん、だけどなんか吉野を見たら泣けましたとかね、うん、なんか吉野になんかグッときましたっていうのがいくつかあったのよ、うん、でそれなんでかなと思ったら、はい、やっぱりその自分たちの企画の中から外に漏れてるものじゃない、うんうん、つまり言外にあるものが具現化して目の前に出てきて、はい、具現化されてるって感じるってことですか、そう、それが具現化されていると感じていると、でこっちとしてはさ、それこそねこの前のラジオじゃないけど、うん、メタフィクションだから、はい、メタフィクションですね、ね、うん、でも僕いい川じゃない、はい、僕になんか吉野さんっていいですよねって言う人がいるわけよ、うん、でもそれ俺がいいってことって思うけど、いやそうじゃないんだよね、はい、多分、うん、井川さんって本当にいいですよね、井川さんが演じる吉野って素敵ですっては言わないわけ、言わない、ね、エトワール吉野素敵です、うん、って言うってことは僕だってことは分かって、うん、もちろん頭では分かってるけど、それを通り越した別人格として見ているてと、うんうん、それは分かりますね、うん、僕もそういう感覚になりました、うんうん、なんかっていう人がいるっていうのは何だろうと思ったわけ、井川、うん、さんよりいい、いいって思う人いるだろうなと思いました、そうそうそう、うん、だから吉野だったら安心だっていう、うんうん、でその時にあの吉野って可愛いっていう女子高生がいたのよ、吉野、うん、吉野さんってもう可愛いですよねって、うん、で俺可愛いって何なのかって定義付けで考えてみたら、はい、可愛いとは安全で安心だっていうことらしい、人畜無害ってことですね、そう、うん、この人は人畜無害である、うん、だから井川は人畜無害じゃない感じがするわけよ、うん、まあそうですね、うん、生身の人間だし、うん、だけど吉野さんは人畜無害だって感じてるってことじゃない、うん、で人畜無害の人の話だったら聞くっていう、うん、つまりそれだと扉が開くっていうことがあるんだっていうふうに思ったわけよ、なるほど、それで俺アートっていうのは、はい、あのサービスじゃないと思ってるのね、うん、そうですね、うんうん、あの心地いい思いをさせてあげるっていうのはアートじゃないと思っていて、うん、どっちかって言ったらその人のまあ、に印象がに残るっていうより、もう吉野さんを知っちゃったら吉野さんを知らなかった時に戻れないっていうのがアートだと思ってるわけ、はい、だから僕はあのコロッケの呪いっていうのはオリーブの首飾りっていう歌なんだけど、はい、あの手品の時のね、はい、でレレレレレ、うん、でもあれをコロッケの呪い聞いちゃったら、はい、
もうコロッケ、もうコロッケの呪いにしか聞こえない、手品をの時にかかっててもコロッケの呪い、はい、吉野が出てきちゃう、はい、こういうことをやってみたいと思った。なるほどね、うん、はいはい、それはもう日常的に、うん、特に音楽だとよくありますもんね。そう、うん、だからやっぱり僕、うん、まあ、この僕はこのラジオ楽しいと思ってるけど、はい、多分このラジオが面白いと思う人は本当にいなくて、はい、まあいなくてっていうより聞かないまずね、うんうんうん、そうですね。だけど吉野さんっていう人、もちろん吉野だって見に来てる人がそんなにいるわけじゃないから別に、うん、とは思うけど、なんか見ちゃった人は、はい、頭に吉野が残っていて、うんうん、つまりどっちかっていうと何かをブロークンしてるわけよね、はい、脳の中の細胞を、はい、そういうようなことっていうのはやっぱりすごい破壊力があるから、うん、その人の意識を変えるっていうことにおいては、はい、僕が、かっかくだから何度も説明してるでしょみたいなこと 言うよりは、皆さんこんにちはってやって歌うわよ、うん、イエイみたいなことやってるっていうことが、いや別に何かその目的を持ってやってるっていうより、あ、そういうような空気感をクリエイトしていく、うん、まあ、芸術そのものですよね、うん、そのまま言わないで別の表現で、うん、まあ、人生を映画から学ぶ方みたいなことですよね、まあ、例えばそういうことですよね。だから唯一無二でのカフェをアートにするっていうことを考えると、むしろまあカフェで、あの、はい、こういうふうにしてなんとかって言ってコーヒーを出してっていうことをやってみてもなかなか伝わらないっていうことを考えるし、はい、そのというのはやっぱり店員っていうフィルターが一枚入るからね、はい、店員っていうフィルターを挟むと、店員の子たちが杓子定規であれば、はい、お客にも当然杓子定規にしか伝わらないけど、はい、吉野は吉野っていうフィルターは挟むけど、その後ろにいるのは俺が直だから、うんうん、直接コックピットが、うん、あって、うん、あの本当になんて言うんだろう、あのあれと一緒だよ、ほらもう大動脈に直接、はい、あのこの薬剤を投与した方が飲み薬よりも効く、それも少量で効く、はい、下手に効かない薬を飲み薬として飲み続けるぐらいならちょっとした劇薬を 大動脈に打った方が、患部に直接打ち込んだ方が効くっていうような麻薬的なものを吉野として一つ持ってるっていう意識だね。なるほど。いやでもそれには、うんうん、そうですね、直接言うよりは成功してる部分はまああるでしょうね、うん、けどまあこれはこれで分かりにくいっていうのもあるなとは思う。まあそうね、うん、それはもちろんそうだけど、あのでも最初、いや実は本当に、うん、その、うん、長い間こう井川さんと会ってなかった時に、うん、とある吉野を見た時に、うん、あれって井川さんカミングアウトってことなのみたいな。だけどあれ、うんうん、いや子供いたよなとか、うんうん、奥さんいや違うなとか、うんうん、まあいろいろ逡巡した時はあったけど、うんうん、久しぶりに会った時に、うんうん、ああまあちょっと違うなって、うんうん、でもあれだけ見た時に、うん、ああそういえば最近ね、あの誰だっけ、氷川あとか、うんうんうん、してるしとか思って、カミングアウトブームだしみたいになってるから、うん、うん、みたいになったけど、うんうん、っていうぐらい、うん、まあその思ってたけど、うんうん、いやでもね俺これ思うのは、うん、いやでも良かったですよ正直。あのうん、あのなんていうの、いろいろ思い出しました。やっぱりさ、本当はこう僕らは、うん、僕、まあ、逆に僕のやりたいようなことは、はい、あの本当はもうちょっとちゃんとしてた方がいいと思ってるわけ、はい、っていうのは、もうちょっと霧の箱にちゃんと入ってて、はい、エトワール吉野もで、その開けるとエトワール吉野だったっていう、うん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 、その落差みたいなものが、うん、あの
いいと思ってるわけよ、はい、で今の僕らの規模の、まあ、僕らのやり方だと、まあ、こうやって吉野の内情をこうやってペロッと喋っちゃうことも含めてだけど、はい、あの吉野の量り売りみたいになってるわけよ。いや井川の量り売りみたいになってて、なんかもうダイレクトすぎちゃって、うん、あのだから本当にそういう風になんていうの、井川さんってこういう趣味があるよ、ある人なのかもねっていう風に思われちゃうってことはさ、うん、そう、うん、本当同じこと思い出してて、うん、井川さん僕初めて会った時かなんか、まあ、ぐらいの時に、うん、自分はだから逆ドーナツだよっていう話をしたんですよ、うんうん、つまり本当にやりたいことに、うん、の周辺ばっかやって、うん、いつまでもたどり着けてないみたいなことを言っていて、だからそのそれぞれは全部、うん、まあ、表現なのか、うん、伝えたいことなのかっていうことがあって、うん、だからそれは小説なのかもしれないし映画なのかもしれないし、うん、演劇なのかし、うん、音楽なのかもしれないけど、うん、別にそれそのものじゃなくて、うん、その真ん中に行きたい、うん、真ん中をやりたいんだけど、うん、そうっていうことを言って、うんたこととかも思い出しましたね、うん、あだからその時のままだなとか、うんうん、でそうだからやっぱり本当は真ん中のところがやりたい。そうですよね。だけどなんとなくやっぱり人に伝えるっていう時に、はい、真ん中ではきっと伝わらなくて、はい、あのなんかその本当はあのそうだなもっとちゃんとしていて、はい、あの側はねで中身がエトワール吉野だったらなんかもっとちゃんとしてると思ったけどすごい砕けてて面白かったっていう落差がを届けられるんだけど、うん、もう今だともう明らかに際物っていうか色物逆でしたね、うん、いや際物と思ったらそうちゃんとしてたみたいなね。そうだからそういう風に本当はちゃんとしているっていうようなものをやりたいのに、うん、逆に際物とか色物側から攻めるしか、うん、そうですね、うんうん、あのやっぱり軍隊がちっちゃいとあそういうこと、うん、そういう攻め方しか逆にね逆に、うん、正統派じゃいけないといけないと、うん、だから本当は正統に僕は、まあ、自分の立ち位置としては、はい、本当は別に王道のストレートな道を、うん真ん中をスーッと行きたいと思っている、いるし、はい、いたけど、うん、あその真ん中をまっすぐ通るっていうことは僕にはまあできないんだなと思ったわけよ、うん、それだし、まあ、あと世の中全体がサブカルに偏ってきてるっていうのもあるよね。そうですね、うんうん、いわゆる王道のものっていうのが何かがあってっていうよりはどちらかというとサブカル的なものの方が主流になっちゃってるから、まあ、だからさっきと同じで、うんサブカルっぽく見せて深いっていう表現の方が、うんまあ、そうちょっと上等化してるそうますよね。だからサブカルのものでそのいうふうにしてるっていうものの方がお客はその受け入れやすいっていうのかな、うん、だって僕はだって振れ幅で言えばそもそも豆彦っていうものは割とそのまっすぐな道を行こうと思って始めたわけだけど、うんうんうんやっぱり それだけでは、まあ、いわゆるこじゃれた気取ったカフェなんでしょっていう見方しかされないから、うん、こういう冊子みたいのを作ってみると、うん、いやそれがいいですねってなってたりあの、まあ、酒井くんがいない間なんかもメニューなんかも本当に2点3点いろいろして、はい、本当にちゃんとしたなんかこうあのいわゆるメニューですみたいにこれはこういう茶葉を使っておりましてみたいなことをずっとやってた時期もあるけど、うんはい全然スルーなんだよね、うんまあ、だってそれはもうよくあるってことだ、はい、で俺がだからもうむしろ商品の説明なんかしないでヘネヘネピーみたいなの書いた方が、はい、いやなんかすっごい面白いカフェがあるんだよとか、うん、あの宇田川の地下のところもセブンイレブンの中を通るとカフェがあってねっていう、はい、なんかそういうところをあえて狙って出したのはなぜですかみたいな。いやそれ家賃の関係でこんなとこにしか出せなかっただけなんだけどみたいな。はい、だからあこれはやっぱりそのなんて言うんだろう自分たちのちっちゃな軍で戦うにはこういうゲリラ戦を戦うっていうようなことを覚えて生き残らない限りは、うん、いわゆるそのなんか正統派の
その戦い方みたいなことを学んで、はい、こういうふうに軍を投下するとこうやって勝てるみたいな、ここにちゃんと、はい、配備してみたいなことは、いやそんなことは多分僕らの規模では関係なくて、はい、ちょっとずるしてでもいいから勝ち残んなくちゃいけない、デッドボールでもいいからルーに出なくちゃいけないっていうことを、だからそれはもう自分の中で、そんなことまでしてルーに出たいのかお前っていう気持ちと、うん、はい、いやでもルーに出ないと残れないんですよ父さんっていう、まあでも井川さんは自分の人生でそこを生き生きしてる感じじゃないですか、うん、絶対そうですよね。そうだから多分普通に受験がうまくいって、うん、まあ、東大行ってれば、うん、行くっていうイメージのはずが、うん、で行ったらそうならなかったから、うん、そうならないならなかった人生の方に振ってみたいな、うん、なんかもうそれを遵循してる感じで、うん、なんかこうありたいがあって、実は現実は違うけど、うん、こっちはこっちで、うん、現地の方も割と、うん、そっちの手法でもうまくいって、うん、いやそっちじゃないんだけどっていうことをまあ繰り返してるなって思います。まあ、そうだからデビューに手こずってる感じ。あ、そうなんですよ、うん、だから最初のつまずきにいつ戻るんだろうみたいな、そうそう、だからそデビューした後の作戦については自信あるんだけど、うん、そうですよね、デビューについてはそうそう、やっぱり誰かに引き上げてもらうみたいなことがない時代にデビューするっていうことになると、はい、デビューで手こずるっていう、そうですね、うん、で下手な形でしがらみも持ちたくない、うん、あくまでインディペンデントでいたいって気持ちもあるから、はい、となるとそれなのかってことになって、うん、まあ、だからエトワール吉野はデビューに手こずっている俺の化身だよ。そうですね、つまりイカだよ、うん、イカですね、そうです